では続いて5番手ホワイトフレームさんです。お願いします。こんにちは、ホワイトフレームと申します。よろしくお願いします。今日は雨の中のコンプラスも来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。ヒカ君さん、私たちもね、今回初めてで。そうなんですよ、こんな高いとこやしな。めっちゃ上の方やから空気薄いから。という俺は箕面という山のとこに住んでます。都会の高いとこはちょっとな、景色ええしな。ちょっと浮かれておりまギターはヒロモ・ヤカサさんです。よろしくお願いします。吉森美智子です。ヒロモさんとは年齢が親子ほど離れております。私はおばあちゃんですね。僕のおばあちゃん。今日俺のためには俺のなんかトイレのあれとかそのベッドとかな置いてくれてね。ですね。何言ってんの。もう金聞こえとんのね。私たちは半年ぐらいちょっとの療養でお休みしてる。そうね、この人ね、ちょっとひねくれてるんでね、その性格を直すためにちょっと入院して戻ってきてるけど、あんまり変わってへんけど、何のために入院しようって。ひねくれ手術やつやな。ひねくれ矯正手術やつやな。あ、じゃあ聞かなかったってことですか。うん、そうだ、全然聞かない。あ、やだな、もう、2曲ぐらいで終わってもええんじゃん。復活しましたので、よろしくお願いします。悲しみを持て余す一方
Thank you.
次の曲も、オリジナル曲に戻りまして、あのヒロボーさんが高校時代あのだいぶ昔ですけどね、あの半世紀ぐらい前8年前15歳ぐらいの時、17年あの当時あのペンフレンド文通をされてたそうです。文通まだメールがない頃ですね。そうな、今で言うメールと全然おてへんけど、しゃべとっちゃう。ヒロボさんあの、オリジナル曲が140曲ぐらいあるらしいんですけど、その中の、ね、貴重なまともに歌える女性が歌ってもいい3曲っていうその一枚曲なんですけど、浜松のなんかとなんか分通されてて作った曲らしいんですよね。で何もあの恋愛みたいな感じのことはなかったと、ご本人は。そんなもうウブな頃やから、そんなあれへんから、そんなもう俺らも。あ、ほんまですか？何も知らへんの、まだ何も知らへんの、まだ何も知らへんのね。あ、まだ今もそうや、もう、そのうちぼかすんやつやし。行きましょうか。タイトル言ってない。あの泣かせてくださいって曲です。俺が作ったとは思えないような曲です。はい。白い枠とかな、白い農場とかな、白いクレームとかいろいろ言われてる。なあ、某富田林の矢田さん言うと、数字分からへんからホワイトマンやって言う。ここでちょっとライブ告知をさせてください。
明日の16日が、千林にある、スタジオ21さんで、で5月6日も同じくそのスタジオ21さんで、5月の21日の土曜日が、ね、次に歌われる高谷さんの企画イベント、ね、ダボ企画オーバーヒートさんですね。そうそう、もうすぐそこやな、割と近いな、オーバーヒートな、あら、15分くらい、15分くらいな、よかったらね、よろしくお願いします。で、明日はあの綾野浩二というやつのなんか誕生日や、本人が誕生日やから来てくれって、ほら、トゥーデイズなんかせえへんねんけど、しゃあないなあいつね、特別に特別にな、特別にそうなん、うん、です。またあの昭和のね名曲を、そう、昭和の名曲です。昭和 あのやりだしたら分かると思うんですけど、タイトル言わなくても分かるっていう、そう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 、途中から分かると思います。聞いてください。今日はありがとうございました。バイトにおめでとうございました。聞いてみるよ、オリビアは寂しい心慰めてくれるかな、ジャスミンティーを眠り誘う私らしく一日を追えない、こんな夜雪の中。
鍛え変える人の群れは誰も無口で海なりだけを聞いている。ありがとうございます。ホワイトフレームさんでした。